フリーで PR とスタイリストをやってる山田です。今日は、スノーピークさんの焚き火台を紹介したいと思います。なんでスノーピークさんの焚き火台を今日、ちょっと深掘りするかっていうと、僕もともとスノーピークにいたんですよ。で、この焚き火台はずっと使ってるっていうのもあるし、あとスノーピークさんの中でも、アイコン的存在、ブランドの顔の商品になってるので、今焚き火台っていろいろ出てますけど、一回ここに立ち返って深掘りしても面白いかなと思って持ってきました。焚き火台についていろいろ語っていきたいと思います。スノーピークさんのこの焚き火台は歴史が深くてですね、もう発売してから20年以上経ちます。で、20年以上売れ続けてる焚き火台って、そうそうないと思うんですよ。で、これ発売した時って、まだ焚き火台っていうのが世の中にほとんどなかったです。で、キャンプ場も直火が当たり前だし、キャンプ場見渡すと、もう焚き火の跡だらけ、芝生も焦げちゃってるし、キャンプ場さんもその後処理が大変ですね。なので、これ発売した時は、地球環境のダメージっていうところと、後処理なくすゴミをちゃんと捨てるっていうところの観点でやったと思うんですけど、焚き火台なんて売れるわけないじゃんみたいな空気だったらしいんですよ。僕もね、当時からキャンプやってたわけじゃないのであれですけど。で、それが今やもう誰もが、キャンプ好きな人は誰もが知ってる名品になってるので、やっぱりこの焚き火台があったから、キャンプブームっていうのがまたできたのかなっていうところまで、考えちゃいますよね。だから焚き火台っていう概念を当たり前にしたすごい焚き火台です。はい。今ある焚き火台はもうこれのおかげといっても過言ではないぐらいですね。この焚き火台だけは新潟燕三条のスノーピーク本社の焚き火台工場で作ってて、今ちょっとねコロナでどうかわかんないんですけど、一般の人もその作ってる風景を見ることができますので、気になる人はぜひヘッドクォーターでキャンプして焚き火台見に行ってみてください。このスノーピークさんの焚き火台の特徴というかいいところが、まず大きく分けて2つあって、1つはめちゃくちゃ頑丈です。で、もう1つが、燃焼効率がすごくいいです。で、その2つ大きく分けてあって、まず頑丈って言うんですけど、デメリットとしては重いんですよ。これ今 UL 系とか、ガレージブランドさんとかいろいろ焚き火台出てますけど、数えきれないほど軽いのとかちっちゃいのとかありますけど、これは何ですかね、大きくて重い、その代わり頑丈です。で、もう一個が燃焼効率がすごい良くてですね、この逆三角形わかりますか？逆三角形の形が燃焼効率がいい秘密なのと、あとこう穴開いてんですよ。ここにね。これ4面に開いてます。これが程よく酸素取り込んでくれて、燃焼効率が良くなっているって形です。で、形に関してはね、ちょっと上昇気流も生むのと、あと上にこう広がってる。裾広がりじゃなくて上に向けて広がってるのが燃えやすいみたいです。僕、この焚き火台は基本庭に常設してます。ね、常設ダメなんですよ。これ、雨降って濡れっぱなしとかだと錆びちゃうんで。なんですけど、たまに掃除して、全然傷まないので、こうやって閉じなくなっちゃったりするかなって思ってたんですけど、もう半年ぐらい外に出しっぱで、問題なく使えてます。だからすごいタフです。あと、高さがちょうどいいんですよね。ローチェアに座って焚き火した時に、ちょうどこの辺あったかいんですよ。一番足って冷えると思うんですけど、それがいいですね。あと、もう一個は、こう開口部が大きいので、薪くべやすいし、イゲタ型もできるし、ティピー型もできるし、いろんなタイプの焚き火を楽しむことができるので、すごい重宝してます。それが個人的な僕の意見というか、いいところだなと思います。スノーピークの焚き火台って、SNL の3、
サイズ展開してると思うんですけど、はい、どれがおすすめとかってあるんですか？僕はね、ガゼン L サイズです。で、今日持ってきてるのも L サイズなんですよ、これ、まあ、例えば S もちっちゃくていいんですけど、それなりに重いんですよ。なので S 買うんだったら他の焚き火台でいいです、他のブランドの。 M はね、ちょっと中途半端というか薪が結構飛び出ちゃうんですよね。なので中途半端に燃え残った薪とかが折れて落っこっちゃったりするので、その点で言うと L はやっぱ大は小を兼ねるじゃないですけど、一番いいですね。まあ、4名から6名ぐらい温まれます、これで。薪どんどんくべて火力を大きくして、大人数でもできるし、そういう意味ではやっぱ L が一番いいのかなと思います。はい。オプションがスノーピークの時代っていろいろあると思うんですけど、はい、初めはどこまで買えばいいんですかね。はいはいはい。焚き火台本体と、今ないのかな、灰受け、あとこれの収納ケース、頑丈な収納ケース、キャンバスの、それぐらいでいいですね、最初は。焚き火だけ楽しみたいなら、まあ灰受けは必須です。で、これバーベキューもできるんですよ。なんでバーベキューとかしたいんであれば、グリルブリッジってやつと焼き網を買えばバーベキューできます。あと焼き網もね、すごい頑丈なんですよ。めちゃくちゃ頑丈なんで、それもずっと使えます。歪まないし、なのでダッチオーブン乗っけても大丈夫。調理までしたいよって人はグリルブリッジと焼き網は必須です。あと鉄板も出てます。焼き網がね、見てください。焼き網も僕常設なんですよ、このこの錆び具合。さすがにもうこの錆びちゃうと肉焼けないんで、まあ最近はダッチオーブンを置くだけにしてるんですけど、これがね、半分のやつあるんですよ。半分焼き網で半分鉄板っていう、まあバラで売ってるんですけど、その使い方がおすすめ。なんでグリルブリッジをつけて、これね、グリルブリッジ。これをつけて、で、焼き網を乗っける。まあこういう状態ですよね。で、これの半分だけ焼き網、半分だけ鉄板っていうパターンの方が、焼きそば作って焼肉してっていうのができるから、おすすめです。そう。まあこれ1枚でもね、ダッチオーブンできるからいいんですけど、なんかパターン選べた方がいいじゃないですか。ただまあ、網は常設ダメですよ。それね、注意点です。あと、バーベキューやるときは、炭床がいります。これもね、常設なんで錆びちゃったんですね。炭床。で、これ、はめます。通常の焚き火台で炭入れちゃうともう低すぎちゃって、炭の高さとバーベキューする高さが合わないんで、この炭床っていうのを引いて高さを出してあげる。で、かつ、それでも炭入れすぎちゃって火力強いなってなっても、このグリルブリッジが3段階高さ調節できるんですよ。これすごい考えられてて、まあ炭って火力調節できないじゃないですか、こう取っておくこともできないから。それ用に火が弱かったら低くする、火が強すぎたなと思ったら高くするとか、いろいろできます。で、グリルブリッジもね、こうやって網とドッキングしてこう、これでね、しまえますから、まあ考えられてるなって感じですね。で、炭床はサイズあるんですよ、 SML で。これはね、 M 使ってください。そうL に対して炭床だけ M 使った方が、巻きくべた時にちょうどいいです。L だと高すぎちゃって、じゃあ逆に炭入れた時に低くなんじゃないって思うんですけど、そうでもないです。そう。なので、まあ M がいいです。おすすめ。あとは常設ダメですね、これ。本当に。こんな色じゃなかったんでね。ただね、こんなに錆びても全然壊れない。すごいですよ。やっぱスノーピークさんすごいです。こういうとこが。スノーピークの焚き火台。
頑丈頑丈って言ってきたんですけど、どんぐらい頑丈なのか、まあ、私物なんでね許されるだろうっていうのを前提にちょっとあいつで踏んでみようかなと思います。で以前ね自分のジムニーで踏んだんですけど大丈夫だったんですよ。ではるかに重いランクル、あれ約2トンあるんで、2トンで踏んでこれが壊れなかったらもう本物だと。すいませんスノーピークさん、ちょっと踏んでみます。まあ僕のなんでね、金出して買ってますからね。じゃあ行ってきます。さてどうでしょう。僕の予想だと無傷です。開きますよ、頼む。無傷全然大丈夫ですね。すごいな、歪みもないですね。プレートこれ4枚溶接してあるんで、下手したら1枚ちょっとこう溶接箇所が外れちゃうかなって思ったんですけど、ほらお見事ですね。全然大丈夫です。すごいな。次はトラックスかな。ねえ、やってみたくなりますね。2トンは OK ってことです。すごい、ありがとうございます。